今回も紹介するぜ、ピクミンの4コマ漫画。待ってました。ピクミンガーデンで連載されていた、高橋きの先生の傑作ね。そうだ。この動画でも過去数回紹介してきたが、まだ紹介できていない面白回がいくつも残っているので、その中からピックアップして紹介していくぞ。それじゃあ今回も、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは地味だぜ。この回にはピクミン2にのみ登場する特別な仲間、コッパチャッピーが登場する。懐かしい。チャッピーの一種だけどピクミンに寄生されているのよね。そうだ、それによりピクミンたちと同じようにオリマーたちについてきて、共に戦ったり物を運んでくれたりするぜ。一時的にしか仲間にならないけどこれが可愛いのよ。チャッピーが仲間になるってだけでテンション上がるしな。そんなコッパチャッピーだがこの回ではキーピクミンと出会い、再びオリマーたちの仲間になるんだ。最初は疑心暗鬼なオリマーだったがピクミンと協力して、仕事をする様を見て次第に仲間と認めるぜ。いつ見ても愛らしいわ。しかしほっとしたのもつかの間、ピクミンたちがエキスを飲んでいる間にコッパチャッピーは、キーピクミンをつまみ食いしてしまったぜ。コッパチャッピー、それ食べ物じゃないわよ。これにはさすがのオリマーも青ざめているな。突然の裏切り。続いてはルイユーデコだぜ。みんなもやっているかもしれないがピクミンと一緒に街を歩くアプリ、ピクミンブルームには、デコピクミンなるピクミンが登場する。可愛いデコアイテムを身につけてて超可愛いの。全部仲間にしたくなるよな。そしてデコピクミンは4コマの世界にも登場するらしく、ルイがデコピクミンを突っついているぜ。頭にキノコ生えてる。可愛い。最初は流行りの格好かと勘違いしたオリマーたちだったが、主人公によりこれがデコピクミンであることを知らされるぜ。すると驚くオリマーに対しルイはそれ知ってると、デコピキマキの卵とデココチャッピーを見せてくれるぞ。ルイ、それデコピクミンやない。調理済みの原生生物や、調理をしたであろうピクミンの姿が浮かんでいるのがシュールだぜ。お次はアルフたちの冒険7だ。実は4コマの中には3の主人公であるアルフたちの、冒険を書いた回があるんだがその中でもこの回では、イモガエルの愛らしい姿が描かれているぜ。嘘？イモガエルは可愛くないわよ。そんなこと言ってられるのも今のうちだぞ。この回ではアルフとブリトニーがイモガエルの、肌のしっとりさに驚くとこから始まる。イモガエルってこんなにプルップルだったの？羨ましい。全女性の憧れの的だよな。そして例に漏れずブリトニーもお手入れの秘訣を知りたいようで、アルフの精子を振り切りイモガエルに近づいて、他のピクミンたちと共にイモガエルの、フェイスマッサージ講座を受けるんだぜ。イモガエルのフェイスマッサージ可愛すぎるんだけど、短い手を一生懸命くるくる回してる。めちゃくちゃ可愛いだろ？それに合わせてくるくるゴリゴリしてる羽ピクミンやイワピクミンたちも、キュートすぎるんだぜ。知らなかったイモガエルってこんなに可愛かったのね。なおその裏では大化け鏡に食われた、キャプテンチャーリーもしっとりプルプルになっていたぞ。いやそっちは唾液じゃないの。お願いだから一緒にしないでほしい。ひどい言われようだぜ。続いて紹介するのはファインプレイだ。ある日白ピクミンたちがお宝の一つ特急ギャラクシーに乗り、遊びほうけていたぜ。うええー、って楽しそうねー。しかし一匹の紫ピクミンがお得意の踏みしめで、道を塞いでしまう。これにはお怒りの白ピクミンたちだったが、ふと後ろを見ると、そこは下の見えぬ断崖絶壁だったんだぜ。危な、紫ピクミンが止めてくれなければ確実に落下してたわね。しかもそれを運気せがましく言わない紫ピクミン、やつこそ真の男だな。勉強になります。次に紹介するのは見たら必ずほっこりする。元気にしてた？だぜ。この回の紹介をする前にイモガエルの生態について、軽く紹介しておこう。それくらい知ってるわよ。ジャンプして獲物を踏みつぶすんでしょ？確かに自分よりも小さく動くものであれば、なんであろうと反射的に飛びかかって押しつぶそうとする習性を持っている。そのため幼体であるお玉を踏みつぶすことのないよう、生態は子離れし離れた場所で活動することが多いんだ。そうなんだ。子を守るためとはいえ離れ離れになるのは切ないわね。だろ？それに関連しているのがこのエピソードだ。ここではお宝をウキウキで運ぶピクミンたちの横で、お玉と水ん坊が何やら話をしているぜ。ピクミンたち楽しそうだな。すると次の瞬間、水ん坊がお玉を吸ってしまうぜ。何？そしてお玉を体内に取り込んだ水ん坊は、どこかへ行ってしまう。どうやら親に会えずに寂しがっているお玉のために、イモガエルの元まで運んであげたようだ。うわぁ、何これめっちゃほっこりするじゃない。お玉の笑顔が最高ね。だろ？お玉とイモガエルの家族愛や、水ん坊の優しさが染み渡る神回だぜ。続けて紹介するのは隠れ場だ。隠れ場とはフィールド上にある植物で、葉っぱの下に入ると敵に見つからずに済むんだぜ。身を隠すのにちょうどいい場所なのね。そしてこの回では主人公が岩と氷ピクミンに、体を低くして見つからないよう注意をする。それを聞いたピクミンたちはおのおの氷と岩のつもりで身を隠すぜ。バレバレだけど可愛いわねー。するとそこへ遅れてきた紫と白ピクミンが到着するぜ。しかし紫ピクミンがしゃがんだ際にお尻が突き出たのか、
お尻にぶつかった白ピクミンは外へと跳ね飛ばされてしまう。紫ピクミンのお尻、顔と同じくらい大きいわね。その結果怒りん坊の白ピクミンは毒を噴射。全員散らばる羽目になりすぐチャッピーに見つかってしまったぞ。せっかくの隠れ場が、それでもまだ岩のふりをしている岩ピクミンが可愛すぎるんだけど。次はいいところにを紹介するぞ。いいところにでは日差しが照り返し、主人公や青ピクミンは日陰を探して歩いていたぜ。暑そう。最近はリアルでも暑いし日向にいるのはきついわよね。そしてようやく日陰を見つけた主人公たちは、一息つくんだが一匹の青ピクミンが、影から手のようなものが出ていることに気づき上を見てみると、え、何これ。なんと雲だと思っていたものは大量の膨らんだイモガエルだったんだぜ。今にも落ちてきそうなイモガエルは涼んでいるピクミンたちを、つぶらな目で見つめていたぜ。なんで浮いているのかとか気になることはたくさんあるけど、一番気になるのはこの後どうなったのか、かしら。続いての4コマはそれだけ。だな。ひとえにお宝といってもいろんなものがあるが、その中にはへそくり金庫というオリマーのへそくりが入った、豚さん貯金箱があるぜ。これオリマーのへそくりが入っていたんだ。見つかって安心したでしょうね。なけなしのへそくりだろうからな。だがまだ安心はできない。中身が無事かどうか確認するため貯金箱をひっくり返すが、へそくりは非常に小さな封筒に入っており、中身もわずか数枚のコインのようなものしかなかったぜ。え、これだけ、こんな危険な仕事してるのに？ああ、へそくりの少なさにも悲しくなるが、たったこれっぽっちのへそくりを見つけて、嬉しそうなオリマーの顔を見ると余計切なくなるぜ。オリマーの奥様、お願いだからもう少しお小遣いをあげてちょうだい。次は高セキュリティという会を紹介させてもらうぜ。ピクミン4にはオッチンという下手したら主人公よりも、優秀なワンちゃんが登場しオッチンにしか通れない、抜け穴が存在するんだ。かかって開くのよね。でも思うんだけどあの穴って頑張れば、主人公も入れるんじゃないかしら。まあ結構大きな穴だし行けそうな気がするよな。だがこの回では同じように考えた主人公が、オッチンに続いて抜け穴に入ろうとするも、オッチンが入った瞬間に蓋が外側に開き、主人公は遥か彼方に吹き飛ばされてしまったぜ。そうなっちゃうの。そりゃ入れないわ。まさかの高セキュリティだな。続いての4コマは現地調達派だぜ。どうやらオリマーとルーイはお弁当を持参しているらしく、この日はオリマーがルーイとお弁当の交換を提案するぜ。二人ともお弁当を作るなんて主婦力高いわねー。どんなお弁当かしら。しかもルーイは原生生物メモを見る限り料理上手だからな。オリマーやモス、赤ピクミンがワクワクしながら弁当箱を開けると、そこにあったのはまさかの調理器具。どうやら現地調達派のルーイは調理器具を持参し、その場で原生生物を取って調理するようだ。まさかの、こんなお弁当箱見たことないわ。ちゃんと包丁だけじゃなくフライ返しとかも入ってるからな。これには近くにいたチャッピーも震えが止まらなかったぜ。オリマーのお腹の音が響き渡ってるわね。続けて紹介するのもルーイに関連したババ特性だぜ。知らない人向けに紹介しておくとルーイにはおばあちゃんがいて、ババという愛称でルーイが小さい時から、お世話を焼いていたんだ。ルーイもババのことが大好きなのよね。そうだぜ。そしてこの回ではルーイの宇宙服のバッテリーが膨らんでいるように、見えたコリーや体調が異常がないか確認するため、中身を開けてみるんだ。一体何が入ってるのかしら。すると中から出てきたのはババ特製の佃煮が詰まった瓶。それも一つではなくコマを覆い尽くすほどの、量だったんだぜ。いやあんな小さい宇宙服にどうやって入れてたのよ。しかも全部パンパンに入ってるからな。これだけの量をバッグに入れるルーイもルーイだが、これだけの佃煮を作ったババもババなんだぜ。最後に紹介するのは仲良くなりたいだ。今作で初登場した光ピクミン。夜と地下でしか活動できない代わりに耐性が多かったり、フラッシュバーストで攻撃できたりと他のピクミンにはない、強力な個性を持っているぜ。正直強すぎるくらいよね。また離れたとこから移動する瞬間移動の能力もあるんだが、それを見た紫ピクミンは一緒に瞬間移動したいのか、光ピクミンを捕まえようとするぜ。だが一瞬で消えるためなかなか捕まえられずにいた。ただでさえ紫はゆったりしてるからね。しかしそこで一つの光の種を発見する。光の種は使用することで光ピクミンを呼び出せる。優れものだが、どうやら紫ピクミンはそれが気に入ったようで、まるで母親がこう抱くようにぐっと抱きしめていたぜ。それでいいのね紫ピクミン。というわけで今回の紹介は以上です。最後まで見てくれてありがとうだぜ。面白かった人はチャンネル登録と高評価よろしくね。それじゃあ、またね。